ちは。こんにちは。今は、はいはい、撮影の合間なんですけど。そうなんです。合間時間に私たちも受験生なのでなので勉強をしたいと思います。えらい、えらいね。私たちえらい。早速やってできましょう。なんかここ超書き込んでるから、ここやるか。え、すごい。不定詞。えらいじゃん。不定詞。不定詞ね。不定詞。不定詞嫌いだよね。うん。わかる。めっちゃ嫌い私。不定詞やる。私は。はい。私は単語を覚えまーす。頑張れ。頑張りまーす。そしたらなんか、あ、そうなんだ。ふーんと。そうなんだ。ふーんと。でも私さ、すごい姿勢悪いんですよね。わかるわかるわかる。ここまで、ここまで来た。そう。え、だからずっとなんかつむじ映してる。ごめんなさい。つむじをお楽しみください。しばらく。なんだこれ。わかんないんかいっつって。2だよ、2。もう一回。あ、Likes 2か。ほらね。うん、やばい、私集中できない。単語やめます。文法のやつやります。文法？なんか長文。え、夏休みなんかします。夏休み、うん、夏休みは友達と、うん、の家に泊まって勉強しようかな。へえ。正直なんかもういいかなとか思い始めて、なんか開き直ってさ、うん、なんか思い始めてんだけどさ、もう行きたいなってなったから。私が英語と数学が得意で、友達が国語が得意だから、なんか補い合ってこようかなって。なるほどね。私は友達と受験のせいで2個予定を諦めました。受験だからやめようって。えら、2回諦めたよ。はい。でも花火はする。絶対。えー、花火するんだ。するよ絶対。友達花火めっちゃいいな。祭りは本当に諦めた。かわいそう。やる気がない。やろ、待って、やろ、マジでやろ。なんかこういう付箋があるじゃないですか。それをなんか、例えばこれが間違ったとしたら、ここ間違ったよみたいな、ゼロシーみたいな、なんか丸、丸に、うん、つけるみたいな、書いたりとかして。で、なんか私めちゃくちゃなんかペンあるんですよ。見せないですか。超ある。これポルジョです。かわいい。めっちゃ104ページ。やばいやばい。104。え、どうした。え、びっくりした。なんかアレンジしてるし。アレンジしてた。私たちはね、ミニミニ2個ですね。そうね。大阪へ一飛びしてきますよ。そうだよ。うちにちょっと泊まる。いい。泊まろうかな。やばいよね。やばいね。初めて。初めてなのかな。やばい。初上陸ですね。直会チャンネルしないで。直会 TV ですか。直会 TV のお花ちゃん。はい。やめてください。バトンファンです。うん、疲れた。何もしてないの。何もしてない。 南アジア。 SOUTH Asia。 NEXT。 タイキーチ。 NEXT。 調べたらいいじゃん。何も書かれていない。ちょっと座高高くします。すごい正座してる。かわいい。さ、あのおばあちゃん、おばあちゃんの家で育ったんですよ。しばなんかお母さんがお仕事とかで、だからご飯、畳だから椅子とかじゃなくて正座でって感じだった。へえ。お茶の授業みたいなのおばあちゃんしてたから、
おばあちゃんが行ってたからそれに行ったり。すごい。これいいよね。嬉しい。嬉しいね。チラさん、菓子めっちゃ。うん、食べちゃうよ。100円の日やばい。え、そんな。撮影連続で続いてたらさ、ずっとチートデイなんだよ。うん。チートデイじゃないよ、もうそれは。チートデイ。食べ過ぎ。純粋に食べてるだけなんだよ。美味しいからね。うん。なんかノリで食べちゃう。うん、ここ、ここ系好き、ここ系仲間系。あ、植物とか動物とか、電流と磁界。あー、嫌い。磁界嫌い、一番。なんか2で割ってるわ、2、3。炭酸水素ナトリウムを加熱すると2で割ってるから、ここからやるべきなんですね。炭酸水素ナトリウムを加熱すると、うん、はい、わかんない。炭酸水素ナトリウムだよ。炭酸水素ナトリウムは何でしたっけ、まあ、炭酸水素…わかんないかも。重曹なんだっけ。わかんない。重曹だよ。重曹だっけ。ちょっと調べる。なんで自分のさ、その読み方とか調べないのにさ、ほら重曹。私がやってるのはさ、私的には二酸化炭素じゃない。でも2って書いてる、これ二酸化炭素。習ってるっけ。習ってますよ。これ多分2年生かな。よいしょ、回答で。去年だっけな、その先生のなんか CO2 みたいな言い方が面白すぎて、一生みんな CO2 とか言ってなんか遊んでた。流行ってた言葉の流行り CO2 だった時期あったから。確かに謎だ。謎。 CO2 と BTB が流行ってて、CO2 は覚えるのが苦手な子だっけ。そしたらCO2 が、そう、 CO2 をだから C と O でねみたいな、先生が CO2 みたいなこと言うんですよ、そのなんかおばあちゃんの先生。だからみんながそれまでして、はい、 C とね、 O でねみたいな言い出して、で魔法の言葉はって言うと、みんなでなんか CO2 みたいなこと言い出すって、なんか流行ってた。BTB 液は BTB 液大好きってなんかみんなでやるとなんかすぐ覚えたって感じ。 BTB 液がなんだかみんな分かってないけど、やばい。なんかね、喋ってばっかだったんですけど、割とでもまあできた。うん、できたな。うん、できたって信じてます、私たち。はい。もうね、そろそろまた撮影に。そうね、やっているので、はい、今日はね、ニコフェスの撮影なので、はい、皆さんもぜひぜひニコフェス楽しみにしていてください。はい、この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。